ベッキオ橋の南端から川下に歩いてすぐのところで撮影された修復工房のシーン。ここでは様々な出来事がありました。主人公純正の仕事現場である工房へと続く道。ここでは純正の様々なパターンの出入りのシーンが撮影されました。はい、あ、これの今やつのつながりは27シーンと19シーン、うん、同じ場所で違う状況を表すために撮影中一番注意したことは天気でした。太陽の光の加減や雲のかかり具合によって出来上がりの色が変わってしまうため、屋外での撮影は誰もが空を見上げ天気を気にしているのです。カット。この日は幸い快晴、自然もまたスタッフの一員であるとみんなが空を見上げていました。グラッチェ。椎名桔平扮する高梨のシーンも同じ場所で撮影されました。癖のある役を演じる椎名ですが、撮影中はリラックスムード。イタリアにもすっかり馴染み、空き時間には自転車で観光までしたのだとか。いいよいいよいいよ。はい、じゃあ新帰りで。じゃあうまいですね。はい、新帰りで。じゃあ椎名さん本日一緒に疲れましたこれだけで、ね、やっと撮りたいな工房で働く純正の修復師としての日常をよりリアルに映し出すため、撮影は本物の修復工房を借り切って行われました。実際に使われているフィアッツァレ・ドナテッロという修復工房での撮影では、本物の修復師たちが絵画修復作業を行い、その作品を使用するなど、リアリティを打ち出すためあらゆる手法で挑みます。純正を演じる竹野内豊も役に近づこうと修復師たちの指導を真剣に受けています。納得がいくまで何度も質問を繰り返し自分の役と重ねていく。そんなディテールへのこだわりは役者もみんな共通の思いです。それは同僚役の椎名桔平も同様、画面に映らない部分にまで徹底しています。工房入り口でも撮影は行われました。イタリア語のセリフを使うシーンでは竹野内も苦労したようです。この自転車壊れちゃったのって言いますから、そしたらもう新しいの買うよっていう。もうアレストネコンプレロウナノーバー、アレストネコンプレロウナノーバー、アレストネコンプレロウナノーバー、アレストネコンプレロ、アレストネコンプレロウナノーバー。What? What? Okay, it was good. I was like, thank you. Adesso ne comprerò una nuova. Okay. Adesso ne comprerò una nuova. Una nuova? No, but it's better. Maybe it's better. Ora ne compro una nuova. Ora? Ora ne compro una nuova. Wait. Ora ne compro una nuova. Ora ne compro una nuova. Ok, adesso.言い回しなどをイタリア人が修正し、アクセントまで完璧にします。残念ながら
本編ではカットされてしまった部分ですが、熱のこもったシーンをご覧ください。Sì, ma ora ne compro una nuova. Come vanno gli studi? Ciao. Ok. 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 Ok.